福田達夫氏の防衛大臣起用情報への苦言。おいおい、冗談じゃないよ。ガネットではない。内容はこちら。福田達夫氏の防衛大臣起用情報への苦言が話題のようです。では、三枝源太郎さんのツイートより内容を見てみましょう。三枝源太郎。おいおい、冗談じゃないよ。大中関係がこんなに危ない時期に自民党内切手の媚び中派を防衛大臣につけるとか、何考えてんの？ダメ、絶対。もうやりたい放題ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ないわ。やりたい放題だ。一番ダメなやつだろうに。あれの息子やろう。ご機嫌を取りたいのかな。ほんと勘弁してほしいですよ。次はこちら。日本が日本でなくなる日が本当に近づいてきた気がします。岸田氏はやはりダメだ。この親中議員たちはもう退陣する時が来ています。国民は声を上げましょう。岸田そんなのばっかりか。この報道が事実なのだとしたら、岸田首相にはがっかりですよ。次はこちら。このままだと、外交安保の信頼度が民主党政権下並みになる。外務大臣があれなのに、防衛大臣が福田さん。岸田総理の終了ですか？冗談かと思いました。生粋の親中です。林外務大臣と福田防衛大臣。悪夢でしかありませんよ。最後はこちら。こんな人が防衛大臣に就いたら、日本はますますダメと思われるだろうな。岸防衛大臣の続投か、小野寺逸則元防衛大臣についていただくことを望みます。岸さんの続投がベストだけれど、無理ならせめて小野寺さんがいい。福田ではアメリカからも信用されない。どう考えても、小野寺氏がベストだと思います。結論。9月上旬に予定される内閣改造で、福田達夫自民党総務会長が入閣し、防衛大臣に起用されるとの情報。これがもしも事実だとしたら、とんでもありませんよ。福田達夫氏の父である福田康夫元首相は、政界切手の親中派です。福田達夫氏が防衛大臣になってしまえば、中国寄りになるのは目に見えています。岸田首相は、最後人事を見直すようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。